神社の泉、正勝と五色符。正勝とは、神事の場で祭壇の左右に立てる祭具のことです。緑、黄、赤、白、青の五色絹の上りの先端に榊を立てて、三種の神器をかけたものになります。向かって右の正勝に鏡と勾玉、左の正勝に剣がかけられていることが多いです。矛や旗が置かれている場合もあります。正勝は神様をたたえ、重々しく飾り立てた意義具、すなわち、御祭神の意義を示すものとも言えます。参加者に対し、権威を示すためにも使用されました。五色符は、青、または緑、赤、黄、白、黒、または紫の絹のことです。5つの色の幕は仏教の寺院の壁などにかけられていて、五色幕と呼ばれます。五色は古代中国で成立した陰陽五行説に基づいて作られたものです。この考え方の影響を受け、神社でも調度品などに影響が見受けられます。陰陽五行説とは、宇宙のすべては木、火、土、金、水の5つの要素、陰と陽の2つの要素、これらの掛け合わせから成り立つと考えられています。五行総称は、木、火、土、金、水の順に循環し、相手の要素を補い、強める影響を与えるという考えです。五行相克は、水は火に、火は金に、金は木に、木は土に、土は水に勝ち、相手の要素を抑え、弱める影響を与えるという考えです。色で表すと、木は青、火は赤、土は黄、金は白、水は黒になります。また、方位では、木は東、火は南、土は中央、金は西、水は北を示します。意義具としての四神器に描かれている霊獣も、この五行に従い配置されています。中央を除き、東に青龍、南に朱雀、西に白虎、北に玄武、亀となります。神聖な木とされている榊は、神社の至るところで見られます。榊の文字は、木と神の文字を組み合わせて作られています。このことからもわかるように、榊には神の木として神様をよりつかせるよりしろの意味があります。榊の語源は、境の木、つまり神様の聖域と俗界を分ける木ともされています。また、榊は常緑樹の総称であることから、常磐木である栄の木の説もあります。常磐木とは、年中葉が緑色の木、常緑樹のことです。つまり、不変で色褪せないことを意味しています。榊は、
神前に備えられるほか、神前で舞人が舞う際に手に持つ捕り物としても使われます。また社殿や玉垣、鳥居などにも取り付けられることがあります。古事記によると、アマテラスが雨の岩宿にこもった時に、榊に玉や鏡、布をつけて岩戸の前に立てました。玉は八坂にの勾玉、鏡は八田の鏡、布は右手になります。この神話は正垣の起源といえます。